ナターシャリュー・ボルディッツォは、オーストラリア国籍の女優、モデルである。ナターシャリュー・ボルディッツォは、1994年に、オーストラリアのシドニーで生まれた。母親は、中国系、父親は、イタリア系である。シドニー女子高校を卒業した後、シドニー工科大学に入学して、法学、コミュニケーション学の勉強を始めた。初めて受けたオーディションで、香港のベテラン俳優、 ユエン・ウーピンが監督を務めるネットフリックス作品、クラウチング・タイガー・ヒドゥン・ドラゴン、ソード・オブ・デスティニーの続編の主役である、スノーバース役に抜擢され、女優としてデビューした。ナターシャは、テコンドーの黒帯を持っており、空手のトレーニングも受けている。年齢と見た目、英語の流暢さと武道の能力が、抜擢につながったのではないかと指摘されている。本作の出演に備えるために、彼女は、 剣術の集中的なトレーニングを受けた。2016年2月、クラウチングタイガー・アー・ヒドゥン・ドラゴン、ソード・オブ・デスティニーのリリースに伴い、国際的な俳優としてのキャリアを追求するために、ロサンゼルスに拠点を移した。2017年、マイケル・グレイシーが初監督を務めるアメリカのミュージカル映画、グレーテスト・ショーマンに、テニアン役として出演。ヒュー・ジャックマン、ザック・エフロン、 ミシェル・ウィリアムズ、レベッカ・ファーガソン、ゼンデイヤと共演した。ナターシャはニューヨークの撮影に期待を膨らませていたが、これまで歌やダンスのトレーニングを受けたことがなかったため苦労したという。2018年には重要な作品2本に出演した。1本は中国の人気コメディ映画シリーズの2作目、当人街探偵ニューヨークミッションで、準主役のニューヨーク市系の女性刑事。 チェインを演じた。さらに同年、アンソニー・マラスが監督を務めた、米イ合作の映画、ホテル・ムンバイに出演した。これは、インドのタージマハルホテルで2008年に発生した、ムンバイ同時多発テロに関する2009年のドキュメンタリー小説、サバイバル・ムンバイを原作とした映画である。ナターシャは、オーストラリアのバックパッカー・ブリーを演じ、デイブ・パテール、アーミー・ハマー、 ナザニン・ボニアィ・アヌパムカーと共演した。2019年、ネットフリックスドラマ、ザ・ソサイティで、ヘレナ役を演じた。ありがとうございます。